バットの弟たちの面倒を見てくれる村があるという。訪れたケンシロウ一行の目にしたものは花が咲き水も豊富にある天国のような光景であった。この村で子供たちの面倒を見てくれてるんで、ただしこの村を狙っている野党たちを追っ払ったらっていう条件付きだけどな。そうか。ケン、見て、花が咲いてる。こんにちは。花は好き？はい。でも、もう花なんて咲かないと思ってた。あなたが新しい用心棒ね。あんた。私はマミア、この村のリーダーよ。野党が現れたら頼むわ。すぐ地獄行きにならないようにね。気の強い女だな。なあ、ケン。ケン。あれはお前の女か。野党どもにくれてやるには惜しい女だ。俺の名はレイ。覚えておくがいい。ケン、あの人の目は人を助けるような目じゃない。分かっている。大変だ、野党の奴らが。なんだお前、邪魔しようってのか。言っとくが、俺たちは強いんだぜ。ならば、最初に死にたいやつから前に出てみろ。変わったのでな。あれはなんと水長剣。慌てるな、すでにそいつは殺してある。貴様、北斗神拳。ただの用心棒とは違う。あの男たちは一体。
まさか北斗神拳を使う男に会おうとはな。なんと水長拳を使う男、レイと言ったな。なぜ奴らを裏切った？奴らとお前では勝負は見えている。俺は強い方に寝返っただけだ。なぜそこまで？胸に七つの傷を持つ男を見つけ出し、この手で殺すまで俺は生き延びねばならん。胸に七つの傷。大変だ、また奴らが。貴様ら、よくも我が一族の血を流してくれたな。我ら騎馬一族に盾つくとどうなるか教えてやる。これを見ろ。みんな来ちゃダメだ。殺すんなら早く殺せ。あれは奴ら。こう助けに行くぞ。待ちなさい、あなたたちが叶う相手ではないわ。出て行けば奴らの思う壺。助けに行くことは私が許しません。マミヤさん、よく見ておけ。これがお返しだ。こう貴様らもあいつと同じように生きてんでやる。覚悟すればけ。覚悟するのはお前たちの方だ。お前ら、いいリーダーを持ったな。あの女の冷徹さは変える。あんたに何がわかる。コウは間宮さんのたった一人の弟なんだ。何？兄弟か。俺たちのテリトリーに入ってくるとは、バカな野郎だ。さっさとかかってこい。そんなこと言って後悔するんじゃないぞ。兄弟たちの痛み、面白い。どうやらとんでもない化け物が混ざっているようだな。そうだ、獣並みの力とスピードを誇るマダラの攻撃をかわせるかな。お前たちなど俺の敵ではない。あれはレイ。奴も来ていたのか。だがなぜ。貴様、お前が村に潜入し戦える者を殺す手はずだったはずだ。
臆病風に吹かれたか、裏切り者め。貴様らごとき、俺の前ではゴミくず同然。それに今日はなぜか貴様らを殺したくて仕方がない。我ら非売族をただの組織と思うな。見せてやる、狼の群れのごとく統率された無敵の集団殺人剣、火山群狼剣。よく喋る狼だ。貴様、いつの間に。俺を助けるつもりなら手出しは無用だ。そんな気はないが、二人の方が仕事が早い。お互い女の涙には弱いと見えるな。さて行くか。ここは俺に任せておけ。なんだ貴様らのその余裕は。それが殺されに来た者の態度か。ならば早くかかってこい。火山群狼剣の恐ろしさをこいつらに教えてやれ。Woo!